おはようございます。ただいま午前9時36分私鹿児島空港に来ております。わけあってこの後飛行機に乗って屋久島の方に上陸したいと思います。メンソフレとうとう屋久島空港に着きました。こちらです。いやー羽田空港に、7時45分出発しまして、12時20分に着きました。約、5時間弱ですかね、気温はちょっとね先ほどまで雨が降ってたみたいでムシムシしております。明日私が目的としている世界遺産樹齢7200年と言われている縄文杉をこの目で見に行くために来ました。片道10時間のトレッキングと言われて、往復10時間のトレッキングと言われているので、体力勝負になると思うので、今日はもう寝まーす。おはようございます。ただいま、屋久島2日目、4時25分でございます。今から4時42分のバスに乗って、屋久島自然館というところに行き、荒川登山口、屋久島の縄文杉に行く入り口にまで行きたいと思います。このまだ辺りは真っ暗でございます。めっちゃ静かです。この時間から登らないと、縄文杉に行って夕方までに帰ってこれないそうなので、約4時半でございます。ここから往復10時間のトレッキングになりますので頑張ります。まだね日が昇らないので真っ暗みたいなのでヘッドライトご用意してきました。いやただいま縄文杉行きの、バスがこの辺に来ると聞いていたのですが、周りに人が誰もおりません。本当に来るのか不安になります。ちなみに私が山を登る格好は、サーフハット、黄色い、ドライメッシュの T シャツ短パン、そしてトレッキングシューズがなかったのでサッカーのトレーニングシューズでございます。本当にバスが来るんでしょうか。あっちの人はバス停あそこだ、やべやべ人が集まってる、あそこだったあそこだった急ぎ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 。バスを降りまして、ここから登山口までのバスに乗り換える屋久島自然館に着きました。早朝まだ4時50分なのにトレッキングの猛者たちがめちゃめちゃいます。そう、私ガイドをつけてこなかったんですが、こういう観光客様が絶対いるなと思ってその人たちに、ひっそりついていこうと思ってます。迷わず頑張ります。今屋久島自然なんたらかんたらっていうところで今バス待ちなんですが、5時40分発なので、まだあと40分弱ありますので、皆さんなんか朝ごはんを食べておりますので、この旅館でいただいたお弁当、こちら皆さん食べてるみたいなので僕もいただきたいと思います。30分以上待つのね。あ、いきなりの雨だ。うわ、雨だ。いきなり屋根の音がぼちぼち。屋久島の天気は変わりやすいと言ってたんですが、いきなり雨です。
幸先不安でございます。パンパカパーン、荒川登山口に着きました。バスに乗ってかれこれ40分、ゆらゆら揺られてやっとこの縄文杉のスタート地点に達しました。辺りはもう明るくなっております。何やねんこれ、ヘッドライト。店員に買った方がいいですよって言われたから買ったけど、何やねんこれ、全く必要ない。荒川登山口に着きました。こっからスタートしたいと思います。行きます。いや、ありがとうございます。いきなり線路、トロッコ通り、かっこいい、なんかスタンドバイミーみたいなトロッコ線路がある。ついていかないと見失う。さあ、屋久島に上陸しました。本当に野生感丸出しです。すごいです。こんな感じのトロッコ道になっております。ちょっとテンション上がります。まだスタートなどでテンション上がって、この勢いでどんどんクリアしていきたいと思います。でもいいですね、なんか空気がやっぱり澄んでる。うわ、二手に分かれてる道が、このこっちのスイッチされてるのと、この吊り橋ですか、こっちだろう。みんなこっち行ったから、これ見失わないように行かないとやばいね。うわ、すごい、すんごいんだからこれ景色。こっちか、見てくださいこれ、岩でかい岩。ちょっと怖いなこれ、下がこんなででかい岩ですよ。山も綺麗だし、やっぱ自然はいいですね。これが世界遺産の屋久島でございます。ただいま吊り橋を渡っております。何これすごいよ、いきなりインディ・ジョーンズみたいなとこ来たよ。先ほどの吊り橋を渡ったら、いきなりこの祠ですよ。わあすごい、何これ、インディ・ジョーンズだ。うわすごい、これマジの岩よ、ほら。うわすごい、かっけえ。そして抜けるとまた森林でございます。こんな感じで、ずっとトロッコ道、ちょっと滑った、いつも滑ってるから大丈夫だ、これ全然慣れっこ。あーすごいね、こんなところに、いや葉っぱもねえ、いいねえ。うわー、この危険な橋、危険ですよこれは。だいぶスカスカですよこれ。おお、ここをトロッコが通ってたんですね。これはふざけちゃいけない、ここも。これは大変。道が二手に分かれています。ガイドさんが何か説明しているんですが、どっちに行っていいかわからないから、ちょっとここで時間を潰します。携帯トイレブース、ちょっとなんだここのことか。何もございませんね、携帯トイレ。あった、これが携帯トイレですね、テントですね。ここでおしっこをしろと。あ、携帯トイレよ。ちょっとせっかくだから一発おしっこしていこうと思ったら、セミの抜け殻がありますね。秋トントン、秋だからいないですね。どっから、ここから。パンパカパーン。すごいでかい木になってきました。歩いて1時間ちょい、木の大きさが変わってきました。見てください、この半端ないでかい木。これ何歳なんだ、
何百年って経ってるんじゃないか。立派ないよこれ。すごい。縄文杉はこれよりも歴史のあるでかい木ですよね。ほら、さっきからでかい木ばっかりある。ここ2時間ぐらい歩いてこちらトイレ休憩所でございます。そこか。そして湧き水がびっしゃびしゃ出てます。暗いかと思います。大すごいです。かなりでかい。これも年数が経っている木だと思います。中がこんな防空壕みたいな。入ったことないけど。いや疲れた。休憩タイムです。お弁当食べちゃいました。虫が好き。いや疲れた。ただいま3時間弱歩いてやっとトロッコ道の終点に着きました。ここからは上り坂、坂っていうかなんか崖を登るみたいなんで頑張りたいと思います。そしてさっきまで晴れてたのにすっごい雨が降ってきました。これは険しい戦いになりそうです。かなり険しい道となってきました。ほぼ道ではございません。石を登っているという感じです。ここからがすごい地ですね。これはなんか真っ二つに割れている感じが。おお、この年輪っていうんですか、これなんていうの。おお、ほう、素晴らしい。すごい木がございます。中に入れちゃいますねこれ。あ、ここが通れるってやつかこれ。え、通れねえだろこれ大人。え、通れんのこれ。無理だな、無理だ。扇杉、こちらの木十何年前に倒れたみたいです。こんな状態になっちゃいましたね。こちらは屋久島でもボスキャラに当たるウィルソン株でございます。中に入れるみたいです。入ってみます。おお、こんな感じで。おお、すごい。なんか神社みたいな。お、上が抜けてますね。ああ、こんな感じになって。うわーすごい。この角度から撮るとハートに見える。うわーすごい綺麗。じゃあこの道、うわーすごいですよこれ。うわー、これを獣道っていうのかね。これが本当のすごいですよ。あとね、雨が降った後でムシムシして湿度が半端ない。うわー、何個に割れてるんだこれ。すごいな、みだくじみたい。すごいでかい。すごい。なんだろうなの。そして横に仮設トイレじゃないですか、あれは。先ほど使った。あと40分ぐらいみたいです。こちらがこの屋久島の2番目のボス、大王杉でございます。縄文杉はこれよりもでかいのか。ちょっともうちょっと近寄ってみましょう。ああ、これが大王杉。すごい。ああ、すごい。なんか
火のトンネルみたいになってる。よいしょ。どうやって降りんのこれ。バカ険しい。この先を曲がったらもう縄文杉なんですが、その手前にあるこの湧き水、こちらをちょっといただきたいと思います。いただきます。くぅ、神の水だ。パワーがみなぎるぜ。お、あれは縄文杉の場所ではないでしょうか。もう間もなく縄文杉に出会える感じです。これ多分ここが縄文杉です。ゴールでございます。10時41分、約6時から登って4時間40分、間もなく縄文杉に出会います。北デッキ、南デッキとあるのだ。よっしゃ、まずは南デッキから行こう。よいしょ。あれか、あのそびえ立つのが。うわ、これが縄文杉でございます。とうとう会えました、縄文杉。来たー、これです。うわ、すごいでっか。こちらがあの縄文杉です。樹齢7200年と言われてる。やったぞー、やったー、薬師間制覇です。ありがとうございます。4時間40分やっと出会いました、縄文杉様。聞こえる、縄文杉が言っている。俺に地位と名誉を与えると、ありがとうございます。こちらが皆さんの目指している縄文杉です。うわー、めちゃくちゃでかい。いや、これどの木よりも全然でかさが違う。これジブリの世界ですよ。ジブリのモデルになってるんだと思うんですけど、このデカさ、すごいな、縄文杉。いや、別格のラスボスです。ラスボスに会えました。こちら北側からの縄文杉のショットです。急に大雨が降ってきました。今の今まで全く降ってなかったのに。ああ、でもこちら側も素晴らしい。横から見ると太さが際立ってわかります。縄文杉です。雨が降ってきました。